はい、皆さん、おはようございます。アいじゃできてるブラックです。はい、ブラックケイちゃんです。まさしくね、えー、本日はですね、この動画に関してはね、まさしくブラックですということでね、えー、ブラックの話をさせていただきたいなと思います。なので、カラスのケイちゃんですということで、いやね、本当にね、もうね、どうなってんですかっていう感じなんですけどね。えーとですね、 まず最初にね、えー、申し上げておきます。今言ってね、かなりね、えーえー、ブラックの話をいたしますけども、ちょっとね、固有名詞等はですね、これからお話しする中で固有名詞と結構出てきますので、その部分に関しては、えー、ちょっとね、目隠しをしたりだとか、えー、そういったような部分であるかもしれませんけども、皆さんにわかるようなね、えー、私のあの通常のこの動画をですね、ご覧になってくださっている方、もしくはですね、経験問題だとか、 えー、皇室問題に関してね、既にお詳しい方についてはですね、もうよくわかるような形でお話ししますので、ぜひね、その点だけお含み、お含みお経くださいっていう感じなんですけどね、ちょっとね、えっ、ー、とね、まずね、最初にね、えー、昨夜、えー、昨夜ね、ライブでね、実はやられてたんですけども、あの、ジャパンさんのね、ライブで、えっ、ー、とね、昨日一作、昨日もそうなんですけど、その前もそうか、あのー、非常にね、情報通のジャックさんという方がおられてですね、 で、えー、昨晩のですね、ライブの中でもですね、非常にですね、大きなことを言われておりました。で、ジャパンさんのね、ライブまだアーカイブ残ってると思いますから、えー、そのね、アーカイブの,あのアドレスというかね、URL に関してはね、また私概要欄に貼っておきます。まだご覧になってない方はね、ぜひね、ご覧になってあげてくださいっていう感じなんですが、えー、要はね、F 大、F 大です。ニューヨークの F 大のことに関してですね、 要はトカゲのしっ,ぽしっぽ切りがこんな感じで行われました。もしくはですね、あのアドミッションオフィスというのがあるんですね。えー、これはね、昨日のそのライブの、えーまあ、ジャパンさんのねライブの中でジャパンさんもおっしゃられていましたけども、これアドミッションオフィスって何かというとね、ちょっとあのサムネイルにもね、書いておきましたけど、要はね、えー、その例えば LLM だとか、例えば JD の各ね、アドミッションオフィスがあって、要はね、その入学の手続き、 え各ね、そのね、えー、ロースクールの入学の手続きだとか、まあそういったようなことをするような部署です。で、それに関してですね、具体的にそのトカゲの尻尾切りがありましたよっていうことをね、えー、ジャパンさんもね、もう、えー、非常にですね、あの、なんていうのかな、もうね、えー、これからやるぞというような形で、えー、昨日おっしゃってましたけどもね、えー、あの私も一緒にやるぞみたいな感じなんですけどね。<laughs> でね、 まあ、その、えー、昨日ジャパンさんがおっしゃられていたですね、そのトカゲのしっぽ切り事件だとかね、アドミッションオフィスがどういったものかっていうようなことに関して、えー、私もね、実際ね、はっきり言ってね、えー、皆さん同じ、皆さん、あの、ご存知の通りですね、f ラに関してはですね、えー、各事務局にいろいろコンタクトをしたりだとか、直接電話とかね、したりもしておりますというような状況の中でね、これからちょっとね、 えー、ちょっとかなり目隠しをしている部分はありますけども皆さんにお伝えやす、えー、いしやすいようにね説明しますのでぜひねご覧になってくださいでね今申し上げたような、えー、そのトカゲのしっぽ切り事件じゃありませんけどもまさしくね昨晩のそのね、えーまあ、ジャパンさんまああの要はもそのジャックさんのね情報からというのも当然あると思うんですけども、えー、その通りでしてまずはねどちらねちょっと2つばかしお見せしたいんですけどね これ過去にもね、実際ね、えー、もうそれこそね、1年ぐらい前にもお見せしてるんですよ。でね、どっちから行こうかな。まずこっちね。えー、これがですね、今ね、申し上げたような、そのね、えー、実際の、アドミッションオフィスと言われるものです。一番下の方にね、ちょっと赤字というか茶色でね、オフィスオブアドミッションって書いてありますよね。これがね、F 代のですね、 まあ具体的に言うとこれね、えー、あれです、えー、JD です。JD のその入学に関する手続きを行っているのは部署なんですけどもね、これね、あのー、皆さんも、まあ、私の過去動画を、ね、ご覧になっていただいている方は、もしかしたら覚えてらっしゃるかもしれませんけども、これね、えー、その JD の,その、えー、俗に言われるそのアドミッションオフィスから正式回答をもらったやつなんですけど、 もう皆さんはね、今現在ではもうよくね、ご存知かもしれませんけども、当時はまだ知られてなかったんですね。で、もうこれね、去年のね、実際に11月ぐらいに判明したような話なんですけど、要はですね、F 代のその俗に言われる LLM プログラムから JD へのプログラム、これに対する編入、それは一行目書いてありますけども、You cannot transfer、すなわちですね、編入はできませんというようなことを 明確にですね、回答をもらいました。ということで、このね、えー、回答をもらったときに私もすぐ紹介をさせてもらったんですけども、非常にですね、やっぱり反響がありました。というようなことで、それまでには、まあ去年の11月のね、話なんで、えー、それまではあまりね、定かになっていなかったようなことが、えー、この時点でね、えー、特にこの2021年とか2020年時点においては、 正式にですね、これはね、実際に f ライのね、今現在のホームページにも既に書いてありますけども、LLM から JD へのこの返入うんぬんというのはできないというような事実が分かったということなんですけど、これがね、えー、その JD のアドミッションオフィスの方から具体的に正式回答があったという話なんですね。まあ一般的なことを聞いてその回答が来たっていうだけの話なんですけどね。で、えー、その今言いましたように下のところにオフィスオブアドミッションというのがありますよね。 でね、これ担当者の名前とかこういうふうに伏せてありますけども、昨日ね、あのジャパンさんが言われていた通りですね、要はね、えー、ここの担当者の人間で、ね、コロコロ変わるんですよ、ね。昨日もね、ジャパンさんはですね、あのトカゲのしっぽ切りというようなことも言われていて、要は観光令が敷かれましたよっていうね、で、実際にその、えー ジャックさんという方がですね、えー、その F 台に足をね、運ばれて、具体的に聞いたっていうこともね、言われてましたけど、まさしくね、その通りでして、観光例が敷かれてるわけですよ。私もね、このメールだとか電話で問い合わせしてもね、担当者がコロコロ変わるわけですよね。で、まあ、私もその連絡したとき、なぜ担当者が変わるんですかっていう、そこまでは聞,き聞いてませんけども、実際の話として変わるわけです。でね、もう一つね、ご覧になっていきたいの、いただきたいのはですね、<laughs> 次にね、えっ、ー、とね、これですね。でですね、今もちょっと申し上げたような、えー、ものはですね、実際の、えー、昨日ね、ジャパンさんも言われてたような、オフィスオブアドミッションというね、アドミッションオフィスの話なんですけれども、それと合わせてね、私はね、もう一つの、ね、部署にもコンタクトをしておりますで。今ご覧になっていただいているのはね、 これはね、皆さんに、ね、よくご存知かもしれませんけども、このね、えー、事実を実際に昨年のね、何月ぐらいだっけな、えー、それこそですね、あの結婚、昨年の10月26日の結婚以前だったと思いますけどね、えー、その時に、えー、具体的に問い合わせをしたらね、ポーンと帰ってきたんですよね。私もね、まさか帰ってこないかなと思ったら本当に帰ってきてですね、でこれがね、一番下に書いてある通り、 Office of Alumni Relations. これってね、卒業生。えー、要はね、この F 大の卒業生に関わるですね、全体のその資料だとか、えー、そういったね、名簿だとかね、そういったようなところを扱,ものを扱っているような部署です。で、えー、これね、えー、この一行だけ書いてありますけど、あのー、これね、えー、この動画を私もね、えー、実際に 昨年配信した時にはかなりねかなりバズりましたけど皆さんからの非常に反響が大きかったんですけども皆さん覚えてらっしゃいますかね要はねえこれで固有名詞が入っているので目隠しは浸りますけども要は KK 息子に関しては2019年 LLM に関してはですねえ実際に卒業しましたよというようなことが正式にもらったんですねでその後ですねじゃあ JD はどうなんですかってこのね えー、卒業生の名簿等を扱っている部署、このアラムニ・リレーションズというですね、そこの、えー、の部分に、まあ、箇所にですね、部署に、えー、実際に問い合わせたら、えー、その JD に関しては個人情報なので、えー、回答は差し控えますというようなですね、非常にそのね、矛盾があるような回答が来た。これはね、皆さんね、よくご存知じゃないかなと思います。私も昨年ねそのこのこ 動画をね配信した時には非常にその動画自体バズりました。皆、多くの皆さんにね、ご覧になっていただきましたっていうことなんですね。で、このね、えー、さっき言ったそのトカゲのしっぽ切りなんですけど、このね、あのアラムニオフィスといわれるですね、この卒業生の名簿等を扱っているようなこの部署に関してもですね、これもね、あのさっき言ったトカゲのしっぽ切りじゃありませんけども、まあ、具体的な固有名詞の実名までは申し上げませんけども、 私がこのね、昨年のそれこそね、何月ぐらいだったっけな、9月とか8月ぐらいだったというような記憶がありますけど、そのぐらいにね、実際にこの2019年卒業したけど、JD に関しては個人情報で言えませんというような回答がもらった時のね、実際の担当者をね、えー、の方と、えー、その後にね、別件で私はね、具体的にやっぱりこのね、同じ部署に問い合わせをしてるんですけども、その問い合わせをね、最近したパターンとね、 あるんでまあどういった理由でね変わったかってそこまでねさすがに別にその各担当者の方ですから、えー、別に聞いてはおりませんけど昨日のねそのジャパンさんのライブで言われてた、まあ、ジャックさんからのね情報によってもよくわかる通りですねなるほどと、えー、そこでやっぱりねそういうトカゲのしっぽ切りがあったんだなというようなことがね よく分かりましたとだから私もねその昨夜の,、えー、そのライブを見させてもらいまして私が以前からずっとですね、えー、疑問に抱えて抱えていたような部分がほぼ確信に変わったと要は私がね今回ちょっとねメールの内容2つお見せしましたけども担当者がコロコロ変わってるなぜ変わるんですかというようなことでねそれでそのなんかまか不思議なね回答要は LLM に関してはちゃんと卒業したっていうようなね、えー、個人情報にもかかわらず教えてくれるのに、なぜ JD のその個人情報に関しても教えてくれないのと、個人情報だからお伝えできません。そのね、矛盾した回答、なおかつね、えー、実際の担当者がコロコロ変わってるというようなね、こと、えー、そういったのは非常に不思議に思っていた点が、えー、昨夜のね、 そのジャパンさんのライブの内容によってですね、よーくね、分かったと。私も疑問がほぼ確信に変わったというようなことでね、皆さんにお伝えさせてもらおうかなと思いまして、朝ね、急遽また、まただけどね、いつものごとくまたですけども、急遽また動画を撮って、この土曜日のね、まあ、あの、週末に入りましたので、まあ、より多くのね、皆さんにお伝えできるかなと思いましてね、この動画を配信している次第です。いやね。 皆さん、どのように思われますか私、さっき言いましたようにね、昨日のねその、えー、ライブでねジャパンさんが言われていたような、いたようなですね、ジャパンさんも相当ですね、覚悟を持ってお話をされておりましたよね。えー、というような中で、そのねトカゲのしっぽキーの話だとかね、このアドミッションオフィスの話、まさしく、まさしくですね、私も昨年、同じことを経験しているわけです。 要はね、ジャックさんがご経験されているようなことをね私も、私もやっぱりメールとか電話で同じ経験をされてるんですね。なおかつ、あのジャックさんにおいては、足をね、実際に、まあ、ニューヨークに居住をされている方なのかな、というようなことで、実際にあの足を運んだということですからね、私よりもよりね、あの、なんていうのかな、より密度の濃いね、情報をお持ちな方なわけですよ。 というようなことをプラスしてですね、私はそのリレーをね、受け継いだ形になりますけども、いや、実際はあの、私がメールだとか電話でコンタクトしたような内容ではね、やっぱりこうだったよということでね、私がもうさっき言いました通りですね、疑問に思っていた部分が確信に変わったというね、えー、そういったような話です。ということでね、 まあ、土曜日の朝なんですけど、まあ、土曜日の朝から皆さんをですね、イライラさせたいとかね、驚かしたいという意味で動画を上げてるわけではありません。えー、ただね、やっぱりこのね、私、このね、真っ黒のシャツをね、カラスのイちゃんになっている通りですね、まさしくね、黒いじゃないのっていう話なわけですよね。まあ、なので、こういったのは非常にね、非常にね、繊細な部分なんで、先ほどちょっとね、こちらでお見せしたようなね、内容でもかなりね、目隠しをね、 えー、しておりましたけども、まあ私がねお伝えしたかった内容は十分にですね、えー、皆さんが、えー、まあお分かりになったんじゃないかなと思います。もう要はね、さっきも何回かも,もう言ってるけどね、まあトカゲの尻尾切りですよとね、なぜトカゲの尻尾切りをするんですかっていうようなことはね、当然ね分かりますよね。もうそれ以上ねあの言えないからですよね。逆にそういうような同じスタッフを同じ部署につけてね、何か言われたらそういう知ってるを あのスタッフからね何か変なこと言われたら困るからだからしっぽ切りしてるわけですよね。で、えー、これは皆さんもねご存知かなという気がしますけどそれこそねブログの情報だとかね、えー、ツイッターなんかでも出てますけども実際にその、えー、学長かな学部長かな F 大のねこれ変わってるんですよこちらも。これもまさしくトカゲのしっぽ切りなんじゃないんですかっていうようなことがね、えー、もうね今までずっと疑問にね思われているような話ですけども。 ますますもって真っ黒なんじゃないのみたいなね、感じですよね。というようなことです。まあ、あの、そういったようなね、えー、ちょっとね、朝一番で、まあ、皆様に非常にね、えー、やっぱり関心を持たれているような,となおことかなというふうに思いまして、配信させてもらいました。で、あとはですね、えー、私ももう、あの、前から申し上げてます通りですね、 例えばキャラクターフィットネスに対する事務所、もしくはですね、ABA と言われているアメリカの放送協会に対するもの、もしくはね、アメリカの弁護士協会に対する手も出そうと思ってますけども、そういったのはね陳情書というかね、ほぼね、告発状に近いような形ですけどね、えー、それに関してはですね、私もね、大変今,今現在感謝してるんですが、 まあついね、先日の動画でもほぼね、えー、まあドラフトというかですね、ひな形的なものはできたということを申し上げたんですけども、やっぱりね、餅、えー、は餅屋なんですよ。というのもね、まあ、私もあの、皆さんもご存知の通り、私は今までずっとね、えー、そういったような、まあ、英語に関しての文章というかね、どちらかというと数字、<laughs> 数字を扱ってきたような人間なので、やっぱりね、今言ったようにね、餅は餅屋なんですよ。そのね、今現在お世話になっているね、 えー、この方も素晴らしいですよ。あの、まあ、ニューヨーク州のね、弁護士の方ですけど、もうね、私もね、これ、こんな感じでどうですかねっていうことをね、えー、それこそ添削じゃないけど、お見せしたんですけど、もうやっぱりその方もね、ぜひね、えー、手伝いたいんだと。ね、えー。というようなことで、全然ねあの、無償ですよ、本当に。もうボランティアですよ。そういったような方で、もうご自分のお持ちのですね、えー、そういったようなスキルをですね、 えー、存分に活かしていただきましてあの本当にねいや私はねそ,そこまでねお願いするのは申し訳ないっていうようなこともお伝えしてたんですけどいや是非ね、えー、手伝いたいんだとお手伝いしたいんだっていうようなことで手を挙げてもらいましてですね今現在もねその最終的なね形かなりねかなりねいい形で出てきますよこれ本当にかなりいい形で出てきます。 具体的にね、こういうような事例があったっていうね、そのエビデンスでありませんけども、そういったようなこともえ、もうこれからね、また作ってね、それこそね、あの、例えばね、エトセトラジャパンさんが出してもらってるような、あの、例のね、えー、一橋大学のね、えー、その過去のね、その過去のウェブの情報をそのまま例えばね、スクリーンショット撮ってね、それを、えー、実際にエビデンスっていう形でね、添付資料につけたりだとかね、まあそういったような、 えそれでその F 代に関してもですね過去のその2年制の JD コースがありましたよということでエトセトラジャパンさんがねこの昨日おとといぐらいかな具体的にこういうのが出ましたよってことでそのウェイバックマシンを使ってですね過去の魚卓をやっぱり具体的にそのブログの中でつけてるんですよそういったようなこともねものもねそのまま使えますからねというようなえそういったエビデンスもえ添付書類としてねくっつけてあのあえて言いますけどかなりいいものできてますよ いう感じですよやっぱりね、あの、ほんとすらしい。あの、私もね、あの、本当にね、過去ね、やっぱり仕事の経験上ですね、えー、やっぱり例えばですね、アメリカの弁護士の方も知ってます。ただやっぱり日本の弁護士の方も何人も知ってます。で、やっぱり東南アジアにね、働いてたことがないんで、例えばタイの弁護士、英語に精通してるようなタイ人の弁護士の方だとか、特にシンガポリアの人とかね、結構何人も知ってますけども、やっぱりね、あの、なんていうのかな、 例えばね、タイ人だとかシンガ、特にシンガポリアンなんて当然ね、英語に精通してるわけですよ。で、そういったようなことで、まあ、私は数字の部分を見てね、そういった弁護士の方にはやっぱり、まあ今回の,その陳情書じゃないけどね、そういったような、特に文面ですよね、そういったようなものをいろいろね、書いてもらったりとかっていうような経験もね、以前ありましたけども、あの、やっぱりね、そういったね、東南アジアの方にお願いすると、最終的にじゃあね、日本のね、 そういう事務局というかそういうところにお伝えする時に最終的に私がこの,あの和訳文作ったりとかねそんなようなこともあって結構なんかねえ大変だったんだけどでも今回の方はそのえお世話になっているね、ニューヨーク市の弁護士の方はですね日本人の方ですからねだからそういった点で英文もね私ね最初パッとねちらっと見させていただいた時に私はねちょこっと添削してもらえばいいかなっていうぐらいねお気持ちでやったんですけども ね、あの改めてちょっとひな形作ってみましたっていうことそれをね連絡もらってね見たんですけどいや素晴らしい <laughs> 素晴らしいですよというようなことでね、えー、かなの部分をもうお手伝いしてもらっております。 本当だったらね、私のこの横にね、いや、実はこのね、えー、まあちょっとイニシャルでね、まあ、愛さんと一緒なんですけどね、愛さん、いや、素晴らしいですねってことで,こうどうで、それこそ私がね、インタビューしてね、はい、今回の陳情書の内,緒内容に関してはどうですかみたいなことでね、それこそインタビューでも、本当はね、こらにちょっとね、一緒に、あの、出演でもしてもらいたいんですけどね、やっぱりね、あの、 まあそういうような弁護士の仕事をされてる、なおかつ今現在ね、ご自身で仕事をね、持たれてる方ですから、えー、やっぱり、あのー、まあ、顔出しどころか、まあ、お名前もね、えー、ちょっと難しいというようなことで、本当にね、あのー、私のね、何、えー、て言うのか、私としては非常に申し訳ないんだけど、私の影の存在じゃありませんけども、あのー、本当に私もね、相当部分をですね、手伝ってもらってますっていうことなんで、あのー、 かなりね、いいもの出てきますよ。ということでね。まあ、それ出てきてね、実際にね、あの、ええー、まあ,あの、提出する時にはね、まあ、そのものズバリはね、その提出する時点なんで、お見せはできませんけども、内容的にはこんな感じだったってことで、まあ、もちろんね、紹介させてもらいますけどね。まあ、あとはその、今現在、その、ええー、これは篠原丈一郎さん、もしくは奥様にですね、ええー、 まあご尽力いただいている部分で、その日本の弁護士の方に、その例の一橋大学の、え、あれは所詮専門学校だろうと、そういったようなね、意見書、これも当然ですね、え、一緒にですね、添付をして、え、出せればなというような、え、こともね、まあ、これはまたあの、篠田さんとね、いろいろね、まあ、ご相談させていただいてですね、そういったようなことに最終的にはなると思います。ということで、その文明に関してもね、え、ー あの、今お伝えできることはね、いや、結構いいものできてますよ。いいものというかね、まあ、とにかくね、出して見てもらわなきゃ仕方ないんでね、その、見てもらう、見てもらえるかなというね、ちゃんと見てもらえるかなっていうね、しっかりとした文面でしっかりとしたですね、まあ、なんというのかな、あの、まあ、体裁がね、なっているような部分を今現在作ってますので、皆さんぜひその部分に関しては、 えお待ちいただければなと思います。まあ来週中ぐらいにはね、えー、しっかりとしたもてで,で,で、できてくると思いますのでね。ということです。はい。で、まあ、いずれにしてもね、今回のこの動画に関しては、またね、朝一番、いつものごとくじゃありませんけども、朝起きてすぐ、起きてね、すぐに出しておりますけども、まあそういったようなね、はい、F 代に関する、ああ、やっぱりトカゲのしっぽ切り、ね、ああ、なんかやっぱりね、真っ黒な闇だね、みたいなことでね。<laughs> まあそういうことでした。 はい、えー。今回もね、ありがとうございました。それではね、また皆さん、バイバイ。